ドジャースの大谷翔平投手30が20日日本時間に1日本拠でのロッキーズ戦に1番 DH で先発出場。大リーグ史上初の50本塁打&50盗塁達成から一夜明け、第3打席で一時逆転となる52号2ランを放つと第2、4打席でも安打を放ち、2試合連続で1試合3安打の大暴れを見せた。ドジャースタジアムでのスタンディングオベーション。素晴らしかった。嬉しかったし感激した。初めてのシーズンでこういったことをやってもらえるだけで幸せだなと思った。最近、打線がいい。しっかりと出塁する選手も多いし、ホームランも出ているけど、それ以外の走塁や犠牲フライ、細かいところをしっかりできているのがいい野球につながっている。ポストシーズンが決まったが、地区優勝に向けては、必ず地区首位で行くんだって気持ちはみんな持っている。この後、直接対決控えているけど、その前に明日明後日とあるので、そこをしっかり勝てるように頑張りたい。52-52、であと8試合、どのくらいいけるか。どうなんですかね。いいアットバットを続けて、意識したら伸びていかないものだと思うので、無心でしっかり自分の役割ができるように頑張りたい。さらに打率も3割目前でトリプル3も達成可能ってか 50.50 を前にしたらトリプル3の価値もよくわからんなってくるわ。今の大谷はポストシーズンに向け、手をつけられない状態で素晴らしい。本塁打にヒット、走塁も絶好調。打率も2割9分7厘で4位相当まで上がってきた。残り8試合から言ったらイチローさんの記録の記録も残る56盗塁56ホームラン打率3割超えで終わったら本当に奇跡。怪我で1年間投手できないことや一平ちゃんのやらかしもまみこさんとの結婚も全てが大谷さんのエネルギーに変わったポジティブな出来事だと認識させられた1年間やね。